皆さんこんにちは。宮城県知事の村井嘉浩です。私たちの大切な人や物、思い出を一瞬のうちに奪い去っていった東日本大震災から4年5ヶ月が過ぎました。皆さんの中にも大変な思いや不自由な生活をされている方がいるのではないでしょうか。しかし皆さんはその困難に負けることなく、元気に明るく前向きに学校や家庭での生活を送ってきてくれました。また優しい気持ちと思いやりを忘れず、地域のお年寄りに元気な声で挨拶したり、学校で委員会活動や係の活動に熱心に取り組んだりしている人もいることでしょう。それはとても素晴らしいことです。これからも続けていくことで、周りの方々に優しさを届けてください。私たちは一人では生きてはいけません。互いに認め合い、支え合わなければなりません。あなたもお父さんやお母さん、おじいさん、おばあさん、担任の先生、そして友達など、いつも周りにいるたくさんの方々の優しさに包まれて暮らしています。たくさんの人があなたを大切に思っているのです。ですから、人の体と心を傷つけ、学校生活をつらいものにするいじめは決して許されません。今もどこかでいじめに苦しんでいる人がいるかもしれません。心が痛くて、毎日が苦しくて、生きていることさえ辛くなっている人がいるかもしれません。それをなかなか話せないでいるとしたら、ぜひ勇気を振り絞って大人に話してください。あなたの周りには、あなたのことを大切に思っている大人が必ずいます。私もあなたの味方です。そして私は、いじめを絶対に許しません。宮城県内すべての小学生の皆さん、いじめのない学校を作るにはどうしたらいいと思いますか。また明日も来たいなと思える学校、そこにいるだけで楽しく元気になれる学校にするにはどうすればいいのでしょうか。自分ができること、学級でできること、児童会でできること、何かできることが必ずあるはずです。あなたのアイデアを早速明日から実行してください。さあ、あなたは何を始めますか。宮城県の輝く未来を担う志を持った皆さん一人一人の行動力に期待いたします。